プレーナンバー1の30ホークアイセカンダウン6ボールオン相手陣42ヤード3番パスを通しましたが、このパスを取ったのはエコリング55番、したがって攻守交代です。ターンオーバー。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、ホークアイ0点、エコリングジェスターズ0点。攻守方向を入れ替えて第2クォーターに移ります。インターセプト攻守交代です。オリジナルのパスはフリーボールとなり、どちらのチームの選手がキャッチしても構いません。ディフェンスのチームがキャッチしますと攻守交代となります。先ほどインターセプトをしたのはホワイトのユニフォーム、エコリングチェスターズ、ラインバッター55番ムバノ・マサヒデ選手です。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1、第2、第3、第4クォーターの切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。